皆さんこんにちは、サイサイです。まあそのドイツ語コース、スバイアインスでは212のあベーツバイアインスっていう、B2 の最初のコースが、まあ、2ヶ月間経って終わったので、まあ、その報告というか、まあ、感想をちょっとお話したいなって思います。で、もともと今のコースは B21 で、次は B2 の2で、最後に B2 の3っていうのがあって、まあ、それぞれ2ヶ月ずつ続くんですけれども、で、まあ、B2の1が終わって、まあ、少し、まあ、実感としてもスピーキングは特に伸びたのかなっていうふうに感じてます。で、特に伸びたって言っても、まあ、今でもまあそんなレベルは高くないんですけども、まあ、その2ヶ月前と比べてみると、まあ、体感としてもなんか、その変化が感じられるかなと思います。その話す時にちょっと単語とかが出やすくなったり、あとリスニングもまあやっぱり理解しやすくなったかなって、他の人が話してても、ああこれこんな感じの意味かなって、なんか聞き取りがの能力も上がったような気はしています。で、まあもちろん、まあそれは何でかっていうと、まあそのこの2ヶ月の間結構インテンシブなコースで、まあ、時間を見ればそれは伸びるだろうっていう感じにはなると思うんですよね。で、週3でやってて、で1回のコースで大体2時間半ぐらい勉強するんで、そうなるとまあ1週間で、まあ、3回あるから、7.5 時間、まあ、確実にドイツ語には触れてることになるんですよね。で、まあ、その 7.5 時間の中でどのくらいスピーキングがあったかっていうと、まあ、多分1人で話す時間は 0.5 時間もなかったか、そのぐらいだった気はします。ただまあその頭の中でドイツ語で考えてたり、先生の話をまあドイツ語で聞いたり、まあ、その隣の人とペア組んでとか全体の前で話したりっていうのもあったりして、本当にドイツ語で考える時間増えたかなと思います。で、その後のドイツ語の宿題だったり、朝早く起きてやったり、まあ、夜ちょっと帰った後にやったりしてたんで、ドイツ語に触れる時間はその格段にまあ大きくなったかなっていう。で、以前の多分動画で話したかもしれないんですけれども、まあ、やっぱりそのドイツ語教室に通うっていうのは、そのいかにまあそのドイツ語に触れる時間を増やすかっていう、まあ、そのドイツ語に触れる時間を買うっていう、まあ、理解でもいいのかなって感じてまして、まあ、今回行ってきて、まあ、2の1が無事、まあ、無事というか、まあ、一応卒業証書みたいのも配られたりして終わったんですけれども、まあこのまま行けばちょっと B2 年末には取れるのかなって、まあ、その一応 B2 の過去問持ってるんで、過去問とかその練習問題みたいなの持ってるんで、ちょっと9月入って一回解いてみようかなと思います。まあ、どのくらいのレベルかっていうのもちょっと確かめないとなとは思ってたので、まあ、一回その B2 の本を見てみて、まあ、単語の語彙力とか、あとやっぱりその授業、まあ、語彙力って言えばその授業をやっぱり聞いたりすると、いろんな、まあ、その学生が今回10人ぐらいいて、学生10人ぐらいを話して、まあ、その学生が使っているドイツ語だったり、まあ、それを先生が直したりで、いろんな新しい単語も聞けたりして、で、それを辞書、まあ、アプリの辞書で、まあ、そのブックマークつけておいて、本当知らなかった単語を例えば電車の通勤時間で調べたり、もう一回見たりして、で反復でやってたんで、まあ、語彙力も上がったんじゃないかなというふうには感じてます。まあ、ただやっぱりまだまだその知らない単語、多分辞書の中でまだまだ数百個ぐらい知らない単語があるんで、覚えられてない単語があるんで、それを毎日でも寝る前でもやって、まあ、その語彙力も増やしていければなと思います。まあ、文法的にも、まあ、文法書も買ってますし、まあ、まだまだ復習しなくちゃいけないんですけれども、まあ、あとはいろんなその今回のが特にドイツ語教室で思ったのは、やっぱりそのどんどん発言していける、その発言していこうっていう気分になったのはすごいプラスかなっていうふうに感じてますね。その自分のドイツ語が不安だけど、なんかとりあえず行ってみるかみたいな、とりあえず飛び込んで、まあ、そこで時間かかってもいいからみんなの前ドイツ語話そうかなっていう、なんかその意気込みというか、なんだろう、自分の中でのドイツ語に対する姿勢が少し、なんだろう、もっと頑張ろうみたいな前向きになったのは、またそれはそれでプラスかなって思いますね。やっぱり結構できる人も、まあ、授業の中でいたり、もともとドイツ語で
仕事してる方もいたんで、あすごいなって思いつつ、やっぱりこういう人たちにもその負けたくないなとかで、一緒に、まあ、あの休み時間の時はお話ししたりして、でこれからも多分その次の B2 の2は多分僕と同じクラスにいたのだと、クラスの人だと、まあ、僕と他に多分数名取るぐらいだったはずなんですけれども、まあ、またその9月とか10月とかになっても、まあ、同じクラスメートの人とはまた会ってお話したい、まあ、いい友達もできたかなっていうふうに感じてます、まあ、なのでちょっとごめんなさい、ダラダラ喋っちゃった動画になったんですけれども、まあ、この調子で続けていく予定なので、まあ、皆さんももし何か学んでいることとかあれば、全然一緒に頑張っていきましょう。じゃあ、もう夜11時ぐらいなんで寝ます。おやすみなさい。